北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、今日は第37回をお届けします。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。北川です。さあ、今日はですね、リスナーの方から質問をいただいています。いつもポッドキャストを楽しく拝聴しております。今回の脳のお話は大変難しく、特にデザインで受け取るについて2つ質問です。ちょうど7月8月あたりに脳のお話されたので、多分きっとその回を聞いてたと思うんですが、2つ質問いただいています。1つ目、受け取るということは計らいを持ってイメージすることではなく、ただ未来の良き風景が降りてくるのを待つということで良いのでしょうか。そして2つ目、よく世間ではゴールを決めて逆算で進んでいくと聞きますが、それとは反対に向こうから来る流れに素直に乗っていく方が良いとも耳にします。この2つの方法をどうデザインしていけば良いのでしょうか。何かヒントとなるお話をいただければ幸いです。いつもためになるお話をありがとうございます。これからもご発展を心よりお祈りしますということです。ちょっと私のあれはちょっと感覚が違うんですよね。ああ、そうですか。はい。受け取る、デザインを受け取るっていうのはこう、なんか、受け取るというよりなんか、よりもこういただくっていう感じなんですよね。そうすると、なんか、準備されていることを一つ、どう言ったらいいかな。良き未来を思ってると、ここから降りてくる準備降りてくることを一つ一つやっていけばいいという、はい、ちょっとこう一番がですね、うん、完成された良きイメージというか、自分が本来望んでいる未来のイメージ、楽しいイメージとか、良かったとか、幸せとか、なんかみんなが大躍りしているような良き未来とか、なんか場面、良き完成された場面をこういつもイメージしていると、その流れに沿ってなんかやるべきことが降りてくるんですよね。はい。だから、それをこう努力と言うと思うんですけども、ただ黙って受け取るんではなくて、やっぱ完成されたイメージをやってると、なすべきことが見えてくるっていう感じですね。うん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 、で、この逆算して進んでいくっていうことを。2つ目の方ですね。うん。それはちょっとどういう、計算して着々とやっていくと思うんですけども、その時はアメリカは計算と自分の我が強いと、なんか、神というか向こうが本来準備された時期とか内容よりも自分の我の方が、とても欲の方が強くなって、こうゴール地点が違ってきたり、なんていうかな、トラブルが増えてきたり、利益をその中に織り込んだりすると、必ずなんかトラブルができてくるというのがよくありますね。それと反対とか邪魔がいろいろ入ってくるんですよね。だから、本来の、なんか、未来のデザインを受け取るという意味は、本当に良き未来のデザインというのは、こう、何のトラブルも、反対者も、それからこう邪魔する人もなく、自分にとっても、周りにとっても、祝福できるような未来がやってくることなんですよね。それはね、本当そのような利益を抜きにして人の喜びにつながっているっていうことを知ったデザインであれば、やってきますね。だから一番大事なことは自分中心の利益ではなくて、はい、その未来が周りの人や自分の、近しい人にとっても、とても良きことをもたらす内容でないといけないと思うんですね。こう、喜びにつながってないというのは、世間の救いといいますかね、喜びとかいうものがあるということが、まず大前提ですね。はい、そうすると、それに向かう、こう、素直にやっていると、協力者が現れてきますね。協力者。うん。小さな、なんか、協力者と、それから不思議な、こう、チャンスとかいうのが、あれというのが、そういう、これをしましょうとかいうチャンスが上がってくるから、そういう意味では、この流れに素直に乗っていく方が良いとも言えますね。うん、先生のお話実際伺っていると、やっぱりその受け取るというよりもいただくっていうことだと思いますし、その脳のお話、多分4回、3回シリーズ聞かれたんだと思うんですけど、まさにその今の話伺っていると、なんだろう、意図的、恣意的に何かをとかっていう、それこそだから作能的なことっていうよりも、もうちょっと対極は持っていつつも、あとは流れに身を任せるみたいな。そうですね。その通りで、終局とか、その一番目的を持ってて、その後の中間の、あれはあんまりこう自分でデザインしない方がいいと思うんですね。しようがないですよね、ある意味。それやってくるものをこう受け取るというか、それをこうできるようになる。それにはやっぱ、行為と、なんか、人々にとって良きことであるという二つのことが必要ですよね。行為というものがないと、なんか世間に対する行為や仕事に対する行為や、関係してくる人たちに対する行為というかね、があることと、それから、たくさんの人にとって、こう、利益があるということ、いつもこう、信じと、あれの違いっていう言い方をするんですよ。信じとイベントですね。そう。だから、信じに近いことであれば、本当に叶うって言いますかね。はい。信じとイベントの違いっていうのは、ここで言っていいんですかね。いいんじゃないですか。イベントというのはみんなが参加して、お祭りされて、そのことによって、利益が生じたり、波及効果があったりすると思うんですけども、そこに利益と、それからお祭り騒ぎがあるので、長続きしないと言いますかね。はい、で、その利益が特定の人に、長い間やってると、特定の人に、行き渡ってするので、仲間割れをしてしまうとか、疲れるという形を、しますね。で、信じというのは、100年、200年、300年、400年と続くのは何かと言ったら、神事というのは、人々に対するそこに救いと言いますかね。はい、悩み、辛さ、悲しみ、痛みがわかる、そういう病気、あらゆるものを含まれた悲しみを救うということが、基本的にあるのが信じなんですよね。はい、だから、この、デザインで受け取るもそうなんですけども、信じに近い、思いでデザインを受け取るといいと思いますね。つまり、多くの人々に対する救いという言葉で言って、ちょっと宗教的ですけども、つながるような、救いという言葉につながるような感覚で、なんか、未来のデザインを受け取っていると、長続きするということと、邪魔が入ってこないという感じがしますね。協力者が、増えてくるっていう感じますね。それは先生が常々おっしゃっている動機の純粋性とも何かリンクしそうですよね。そうですね。もちろん、動機の純粋性の中には、やっぱ愛情とか行為とか、から救いたいとか、自分の人生時間を上げるとか、手間を惜しまないとか、計算を除くとかいう、その心がないといけないんですけども、それができる人は、デザインをいただくっていう感覚ですね。受け取る。本当にありがたい、感謝して受け取ることができるようになっていくと、かなりのことが叶ってきますね。なるほどね。先生に伺いたいんですけど、この方に今の2つ目の質問のところ、先生にも解説していただきましたが、ことをなすということを考えたときに、僕もいろんな方にインタビューしてきて、僕はちょっと捉えたんですけども、最初この方が言ってるのは前者、目標から逆算して、例えば今月に何をやらなければいけない、今日何をやらなければいけないっていうことで、そこから段階的にことをなすっていう、そういうステップを踏む人と、あと、この方の後者の質問で、どちらかというとあんまりきっちり決めずに、もう、とにかく目の前を一生懸命やって展開して、その流れに乗っていくみたいな。目的は、ゴールは失わないというかね、ゴールデザインは失わないようにしてやるということですね。だからそこら辺って、どっちだけがいい悪いではなく、今の先生の話聞くと、対極というかやっぱゴールはあるけど、その真ん中の部分をあんまりかっちり決めすぎてもしょうがない。私は昔よく、昔からそういう話いっぱいあったんですよね。で、よくやってたんですよ。そしたらね、やっぱ、私の知ってる人が、そこでかなり失敗した人がいますよ。どういう例かというと、まず、ある長崎の方なんですけども、お店を2つ出したんですよね。で、2つ出してすごい順調だったんですよ。で、3つ目をだから、2つ目の3ヶ月後に出すとかいう形で、当時7月だったんですけども、もう僕から見ると、もちろんデザインをこうやってこうだって、段取りやってて、この通りやってたんですけど、彼は日時をすごく何年何月まで何店舗という形でやってたんですけど、僕はそこをそうしないで、もう少し神の計らいというかね、おおらかにやって、準備を整えて、人材をあれして、時期をもう少し待った方がいい。もう少し余裕って言いますかね、精神的な余裕も必要だったと思うんですけども。だから彼は言うこと聞かなかったんですね。で、なんと完成したんですよ。3つ目、やったぞ、とか。そしたら、その時に、同時に大洪水が起きてですね、一店舗、最初のお店は残ったんですけど、2店舗目も3店舗目も、土砂まみれになってしまった。もうだから、大借金を負ってしまったというかね。だから計算するとそういう思わぬ、本当は計算しないで、向こうの計らいの通り、もう少しゆっくりやってると、その洪水の後にそのお店ができたと思うんですけども、3店舗目に出来上がって、本当1週間後ぐらいに、洪水がドッとやってきたんですよね。で、だから自分の予想ではちゃんとそれ行くんですけど、神の計らいというか、もっと、もう少し上から見る人たちはもっとゆっくりっていうかね。だからその辺は、向こうの流れに任せた方がいい。こちらの計算に任せると、その予想のつかないことを避けることはできないっていうのは、そういうのは私いくつか見てきましてね。あんまり計算して何年何月まで日時を決めると失敗してしまうっていうか、予想外の事故やトラブルや、やってくるのはたくさん見ましたね。あんまりもうそうですと、その人自体もそれ鋭くなって、計画にも遊びがないと。そうそう、それは欲なんですね。何年何月もどれぐらいか。だから本人は気がついてないけれども、それはもう、明らかに自分の欲なんですよね。はい、で欲で成したことは、やっぱりいつもトラブルを招くって思ってるんですけども、そこはもう少しみんなの協力や余裕や、流れや見る人があったかなっていう、あると思いますね。はい、そうする方がいいと思いますね。だから、着地点は違うけれども、はい、一番いい着地点に連れて行ってもらうのは、あとはお任せすることやね。2番目だと思うね。はい、もう委ねるみたいなところですよね。委ねて、出会う人を大事にしていくというかね。はい、どうでしょうか。ぜひ、理解していただけたか。と思いますが、またね、お便りいただければと思います。この番組では、引き続き皆さんからの質問を募集しております。ご質問、ご意見がある方は、北川先生のホームページ、もしくはこちらのメールアドレス、北川@kikutas.jp、kitagawa@kiqtas.jp までお寄せいただければと思います。さあ、そしてですね、直近で、大阪で初めての、楽神会ですね。はい、9月24日、日曜日、3時から6時頃までということで、この、お店の名前がハイフォンでしょうかね。道島店ということで、開催されるようなんですが、大阪楽神会ご存知ない方にどんな内容になるんですか？楽神会は。いや、初めて、こういう話を皆さんに集って、心をきれいにしながらこの人生を楽しむ、対立とトラブルのない生き方ができる方法といいますかね。伝えていきたいと思ってますけど、ね。大阪初めてなんですね、楽神会。初めてですね。ちょっと意外ですね。意外ですね。今まで何十年ってやってたけど、大阪で不思議なぐらいなかったんで、今回が初めてですね。楽しみですね。ぜひ、タイミングがある方、9月24日日曜日、もう直前なので、申し込めるかわかりませんが、サイトの方、北川先生のサイトの方をチェックしてみてください。ということで今日は第37回でした。北川先生ありがとうございました。ありがとうございました。